トラン世界にようこそ。はい、本日はね、このベビーメルシー、前回動画を上げたベビーブラック、ね、検証版だったベビーブラックの実の子供になるんですけども、母親オビシータス、これね、完全なアウトブリード配合で、全く、何も面白くも何ともない配合なんですけども、一応これね、コメントミット、これだけです。はい。一応ですね、コメントがですね、足元が強くて落ち着いてる。はい。母に、はい。そしてスピード。やっぱりスピードね。はい。で、根性があるときた。ただ、ダートはまあ普通ということで。スタートはまあまあという感じで。はい。こういう馬ですね。で、現在の成績5002勝。微妙なんですよね。前走ちょっとね、距離どのぐらいいけるかなと思って、トースポ杯2歳ステークス出したんですけど、ちょっとこの距離は長かったかな。逃げでしかもね、今まで差しとか追い込みで来てたんですけど、なんかね、落ち着いてると言われてる割に、遠征のせいもあってか、毎回毎回入れ込んでて、おいおいおい、落ち着いてたんじゃないのかよ、みたいな感じだったんですけど、だから、ま、ちょっとこう、追い込みとかいう作戦を取ったんですけど、8月のこの2月2歳ステークスは入れ込まないで、ね、干渉してくれて、しかもレコード勝ちしてくれたんです。これは本物だなと思ってね、しかもずっと、重賞一番人気で来てます。断然のグリグリの一番人気はつくんですけど、まあちょっと作戦が、私の作戦ミスなのかなんかわかんないですけども、東京ってことも考えてね、刺したりして、やっぱり刺しだとダメだな、包まれちゃうな、って逃げたら今度ダメでっていう感じで、距離が長くてみたいな感じでね、すべてがなんか裏目裏目に行ってたんですけども、すべてはこの日のために、朝日杯、フューチュリティセックス、はい、これにかけてます。はい。何しろね、まず取ってない G1 を取りたいっていうのが、しかもこの馬ね、超早熟臭いんですよ。なんかね、コメント、4月1週の入球ですしね。ほら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 、ご覧の通り。あ、相手がでもおいおいみたいな、ちょっとメンバーですね。これはいただかないとですね。逃げが 1,2,3,4 とですけど、私は逃げずに、どうすっかな。先行で行った方がいいのかな。クラレントが差しなのね。先行で行こう。はい。先行。ちょっと、まあ、最打ちをね、取ってくれてれば。一番でいい枠引いたね。でもね。まあ、ちょっとリスクはありますけども。包まれちゃうという。よかった。入れ込んでない。そして G1 でも一番人気。3.2 倍。はい。いいですよ。相手もにも恵まれてる。ぜひこの馬のね、血統を残したいっていうのもあるんですね。だいぶね、箱庭ブリーダーズカップやったら、今までの馬から、だいぶ20まで取ってたんで、これは強いなと思うんで、はい。ちょっと、副賞も買って、そして、今回は単勝も買いますよ。まあね、今のところ2勝しかしてない馬ですけども、すべてはね、この日のためにという感じなんで、はい。当然、万全の仕上げで臨みますんで。はい。では行きましょう。先行でいいや。はい。あとは元崎さんに任せよう。まだね、重賞馬では血残せないんでね。やっぱり G1 取らないと血統は残せないんで。はい。日本競馬の明日を担う若武者たちがここ阪神競馬場を駆け抜けます。昔はね、もうクラシックへの登竜門と言われてたんですけど。もう間もなくです。スタートしました。マイネルサーバー、いいんじゃない？逃げの3頭はもうね、想定内通り、想定通り。花を奪いに行きます。7番エーシントップ先頭に入れ替わります。この位置理想的じゃないですか。後位につけています。逃げ3頭のその後ろっていう一馬身相手。16番レバンテライオン、これを見るように内側。あのレコード勝ちした時は1600でしたから、力の違いを見せつけてほしいですよ。1600では。ちょっと1800ではね、距離が長い感があったんで。この辺りが中断。これを見るように外側11番。さあどうだ。その外15番クラリティスカイ、外から上がるのは戸崎さん、頼むよ。そのうち8番クラレント、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、根性丸よ。うちの間動きはどうか。400を切って先頭、抜かせない根性丸よ。エーシントップ追いすがる。ここからムチャ入った。ムチャ入ったよ。よし来てる来てる。
来てる、あと後ろ後ろ組んだよ、組んじゃねえ、よしこれ勝った勝った勝った、よし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 、やったー、勝ちました。はい、タイムは、まあ、多分平凡だと思うんですね。はい、やった、初めて勝った、よかった、ね、ちゃんとこうやって実況してる時はちゃんと取れるんですよ ね、 こうね、それ以外の時がね、おすごい荒れたんじゃないこれ、1番8番15番人気って15万ついてるし3連単で、はい、よかった、まず取れて、でも、うん、一安心、うん、はい、全部いただきました。そして、あ、よかった、2億になった、ちょっと危なかったですよ、資金的にもね。あとはこの馬がね、早熟なのか、あ、これもう参戦走らせたんで放牧に出します。はい、成長タイプですよ、問題は超早熟だとね、もうオートレーンが始まっちゃうんでね、だんだんね、せめてね、早熟タイプだったらまだね、楽しめるんですけども、はい、まずは進めてみたいと思います。あ、よかった、初めての、これもそうだな、取ってないから、うん、当然、はい、よかった、うん、そうですね、はい、そうでしたね、これも初受賞、あ、2回目か、あ、そうだ、あの前大昔、あのホープフルステックス取った時、初めての G1、 それこそそうですね、それ以来となりますね。サツキ賞に行くことにしました。というのもね、まあ、短距離だと、あの NHK マイルカップが、まあ、本当の目指す目標なんですけども、そうすると NHK マイル、早熟タイプで、しかも超早熟だっていうことが判明したんで、もう能力が落ちてるんですよ、もう今の段階ですでにね。日々落ちてる状況で、少しでも可能性があるなら、もう G1 出すしかないんじゃないかということで、サツキ賞、ね、ニュージーランドトロフィーという選択肢もあったんですけど、あっちのがね、勝てる確率は高いと思うんですけど、スプリングステークスでね、3着で優先出走権も得ましたんで、まあ距離は長いと思うんで、差しで、もしくは追い込みの一発勝負にかけたいと思います。はい、それではサツキ賞。ちなみにサツキ賞はもう取ってるんでね、まあ今更という感じもあるんですけども、どうせだったらね、取れそうな可能性のあるレースはね、あー、ほら、佐渡のダイヤモンドに取られちゃってもう、気象以外取られちゃってるぞ、これ厳しいぞ、しかも同じ差し、これはね、展開的にも厳しいぞ。まあでも、うん、差しで行くしかないよ、もう絶対持たないもん、距離は。パドック、超早熟って本当寂しいですよね、本当2世の G1 を取るためだけにね、生まれてきたみたいな感じで、元気がないです、今頃もう終わっちゃうんだぞ、もう怖がりなところがあるって、負けるねもう分かってくれない、いいよ、もう絶対負けるじゃんこんなの、元気がないとか言われて勝った試しないぞ、あるかな、あの印の付き方だとちょっとね、クラシック戦線の初戦となる重要な一戦、主役の座のダイヤモンドは、サツキ賞が間もなくスタートです、また1番のいいとこ引いちゃったしね、スタートしました、少しばらつきました、ちょっと出遅れたんじゃないか、サツキダイヤモンド、そんなことない、先頭を伺います、あーでも同じぐらいの位置だな、1番2番ジェネラーレウー後位につけています、外を抑えて朝日愛は結構なんか展開に恵まれた感もあったしね、ただ今回ね、前走戸崎さんに断られてしまったんですけど、また戸崎さんがね、復活してくれたんで、なぜかね、そこはちょっと一流の望みではあるんですけど、起きた、最優秀2歳ボバですから、もうね、本当だったらサツキ賞の最有力候補ではあるんですけど、前走でケチがついてしまいましたし、59秒7、まあまあのペースで流れてるよ、これは差し頃だよ、これは展開的にも、後ろだね、いいよいいよいいよ、サトノダイヤモンド後ろだよ、だいぶ、さあここであとはスムーズに出てこれるかだ、スムーズに、まあ悪くないんじゃないの、うん、さあここまでさばけるか、
こっから根性あるよ、うちの馬。よし、来てるんじゃないの、来てるんじゃない、来てるけど、あー全然この馬強いぞ、なんか、はい、やっぱ距離ですね、間違いなく。今のは全く伸びなかったもんね。でも距離とはあえて言わないんだね。吸着かい、言われるかな。あ、来た、やっぱり来た、シャドウロール来ましたね。はい、シャドウロールの怪物が今誕生しましたよって。もうあともう終わりなんですけどね。もうね、能力的にも落ちてから言うなよって。ちゃんと登録して NHK マイルカップで報告出して、まあ様子見て引退かな。はい、じゃあここもね、取ってない G1 なんでぜひ欲しい、うん、1等でね2つ取ってない G1 取れたら、うん、ここありがたいですよ。はい、はい、それではもしかしたら引退レースになってしまうかもしれません、 NHK マイルカップ。はい、どうせだったらね、やっぱ朝日杯だけで引退入れてねえ、守護馬入れっていうのもちょっとね、肩身が狭いんで。あ、でもまだ20までつくぐらいじゃん。まあサンカルロ相手はね大したことないですけども、うん、そっかそっか、 1,2,3,4,5,6 と差しでいいでしょうね。うん、差し、はい、やだやだ、こういうのやだよ、やめてよ。よしよしよし、お、一番人気だ、最高の出来、よし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 。でもね、能力は落ちてるんですよ、確実にね。こうやってる間にもね、どん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 毎週毎週落ちてきてるんで、うん、ちょっと自信は持てないんで、副賞だけで。はい、まあ相手はサンカルロかな、やっぱり追い込みフィフスペトルあたりか、うんうん、いけるでしょうこれは。はい、相手には恵まれてるぞ。さすがに秋はもうね、能力が衰えちゃってると思うね。スプリンターズとかマイルチャンピオンシップ出したいとこなんですけど、多分ダメでしょう、きっと。世代最強マイル、一応チャレンジはしたいですけど。快速自慢の3歳馬が東京競馬場に集結しました。だからこそぜひここは欲しい。 NHK マイルカップ間もなくスタートです。当然明治です。また言うのかな、2歳王者って。少しばらついたスタートになりました。2歳王者って言ってくれる。皐月賞惨敗だったけど、2番手1番コスモセンサー、14番ポーライアキコ、よくあるパターンのね、皐月賞距離長くて走らせてみたもののダメでっていう。外を抑えて NHK マイルカップに回ってきました。6番ロードグラディウ、各馬第3コーナーを1600はね、守備範囲というか3番プールビ、ね、ぴったりの距離とはずなんで。タイムは35秒7、内から2番フライトライン、外から15番ディフスペトル、その外17番レッドアンシェル、どうでしょう、外から上がるのはモンストール、そのうち11番ハナズゴール、これを見るように内側、あとはさばけるかだよね。1番人気ベビーメルシー、うん、ここからどういった経過を見せるか、大丈夫かな。シャドウロール、シャドウロール効果はここさばけ、よしよしよし、ここ空いてるぞ、まっすぐ、ここいけるぞ、足があれば来る、残り200、根性もある、根性で、あ、じわじわ来てる、じわじわ来てる、じわじわ、あーダメだ。でもこのメンバーで勝てないんじゃもう言い訳が立たないですよ。もう強気になれなかっただけあって、副賞のみということでね、認定かな。じゃあ超早熟だということはもうね、バレちゃったんでね、体重がもう増えてなかったんで、9戦3勝で一番人気か。秋走らせたくなっちゃいます。でもね、あの伸びを見るとね、引退するかな、うん、引退してパラメータを満たしていただきましょう、引退、うん、今回は早かったですね、シボバ入り、はい、そして早速もつけよう、このモンドリアンルックに、はい、空いてるんだよちょうど、はい、11歳ですけどね、毎年ベビーブラックをつけてたんですけども、空振り空振りで、さあ一体どういうパラメータなんでしょう。ベビーブラックはもう引退しました、この子を残してくれたんで、ベビーメルシー、アウトブリードだ、早熟、気象だけ A の残り B なの、あ、しかも守備範囲狭1400から1600って、はい、何コメントは文句ないか、
まあいいでしょう。まあ期待、あれベビーブラックでどういうパラメータだったかな、ちょっと忘れたんですけど、多分似たようなパラメータだったと思うんですよ。てかベビーメルシーってなんかさ、うわあれなんだね、何もサドラーズウェルスしかないんだ。これはアウトブリードだわ、だわね、これね。ちょっとこれは新たに初心者が陥るパターンですね、これはね。どん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 何も考えず種付けしてったらインブリードする馬がいなくなっちゃったっていうね。完全アウトブリードで、はい、付けましたけども。うん、まあでも、今回は朝日杯フューチャリティステークス取れました。どうせだったら NHK マイルカップもね、取りたかったとこですけども。うん、これであと何個なんだろう、残り。高松宮国会。あ、桜花賞。桜花賞ってことはオークスもビクトリアマイルも NHK マイルカップ。あ、天皇賞。オークス、ダービー。牝馬でダービーか。ああ、日本ダービーとオークス同年制覇。宝塚、つうかもう取ってないのほとんど、短距離 G1 以外はほとんど、天皇賞、エリザベスは勝ったんだね、何気に。うん、JC、ああ、多いぞ。まだまだだな。はい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 、ドバイワールドカップなんてもね。うん、まだまだ夢のまた夢ですよ、凱旋門も。はい。はい。まあ、というわけでね、まあ、一応まあね、エンディングに向かって、一歩進んだということで。はい。というわけで本日はこの辺で城です。次回もお願いします。さよなら。